僕たちは東海オンエアの編集担当です。そうなんですよ、君たちは編集担当でございます。皆さんね、個性まんまの人たちなんで、ちょっと心苦しいところもあるかもしれませんが誰が作ったとかの個性がね、そんなに出ないように東海オンエアの動画として仕上げていただいてますよ。今回みんなのね、編集の個性の爆発をちょっと見たいなということで。ああ、そんなにしていいってこと？そういうことですよ。編集に限らないな、東海オンエアみんなでネタ出してみんなで撮影してるから、みんなの平均的なものになってるけど、一人で考えて、一人で撮影、一人で編集したら一体どうなるのかっていうのを今回見たくなったわけですよ。でもね、ネタってやるとネタを考えることに重点を置きすぎちゃうので、今回は編集でもだいぶふざけれるという目的を持ちまして、はい、第1回グリーンバック物語選手権グリーンバックっていうのはね、緑色の背景で編集でポチってやるだけで後ろが透けてしまうっていうね、あのプリクラみたいな感じのやつなんですけど、それを駆使して何か物語を作っていこうという、戦いでございます。細かいルール一切ございません。めっちゃ広いんでしょ。何でもいいです。広いんだよ。何でもいいよね、ルールは。例えばよ、そんなことやる人いないと思うけど、今日はグリーンバック名前になってます、いろんな背景に変えてみましょう、えいってやったらこう後ろがねお天気、前がえいってたら雨になる、ね、こういうでしょ。グリーンバックでもいいし、緑色のカバン紹介する動画でもいいでしょ。なんでもいいです。グリーンバックでもいい。グリーンバック物語選手権っていうのを聞いて、一体何を作ってきたかという、そのハードルのね、ゆるさが命というやつ。そうなんだよね。もっと条件欲しかったね。で、個性を爆発させてるんでしょ。滑るやん、それは。いやいや、もう滑るとかじゃ、映像の個性が見れればいいから、それを順番に見て、はい、あ、個性あんなこいつだって思えたら綺麗に終わりましょう、はい、なかったら困ります。結局こういうのっていつもお手本的な感じで虫さんから行くんで、まあこういう順番で行きますか。結構普通の動画を作ってきたので、前菜みたいな感じで見てください。個性集団だからって普通が逆に個性になるっていうのもありますね。そうだね。じゃあ、うちメガネのグリーンバック物語、はい、こちらです。こんにちは、YouTuber が色一のお時間です。講師の紹介席です。よろしくお願いします。皆さんの中で多くの方はご自宅で動画を撮影していることと思います。しかし時には背景を少し変えてみたいと思ったことがあるのではないでしょうか。そのような時に役立つのがこちら、キーヤーという機能です。テキストの69ページをご覧ください。この機能、映像の重ね合わせや切り抜き構成などに多く用いられています。その時に利用されるのがこういったグリーンバックというものですね。この緑色の部分をあたかもないように切り抜くことによって、他の背景と合成することが可能です。しかし皆さん、こう思われるのではないでしょうか。グリーンバックなんて持ってないよ。確かに近所のスーパーやコンビニにはグリーンバックは売っていませんし、インターネットで注文してもサイズが大きかったり小さかったり、そういったミス怖いですよね。でも大丈夫です。自分で手作りのグリーンバックを作ればいいのです。今日は手作りでグリーンバックを作り、実際に背景を合成させてみようという授業です。それでは早速手作りのグリーンバックを作っていきましょう。準備するものは、うん、これうちにちょうどいいっていう大きさの紙、そして緑色の絵の具です。この紙全体を今から緑色の絵の具で綺麗に塗っていきます。そうか、どうした？あ、どうした？どうした？作ったの前すぎた、せいぜいだ。てか何この黒いの。こんな感じで緑色に塗れたら完成です。最初の準備が途中で飽きてくるので、なんか罰ゲームとかで友達にやらせるのが一番いいと思います。それではこれを実際に使ってみましょう。早速この背景を違う背景と重ねていきましょう。まずは今回背景をじゃあ野球場にしていきましょう。まあ、野球場にふさわしい格好はまず僕自身が着替えたいと思います。テキストの135ページの技術を応用しましょう。YouTube は基本的にジャンプすると着替えるとできます。いきますよ、せーの、ほい。っていう風に着替えますね。グリーンバックの方はここからここまでしかないので、それ以外のところは切ってしまいます。せーの、バスンで、こんな感じになりますね。で、この後ろに野球場の背景を貼ります。せーの、バスン。今こことここが野球場になってますね。で、あとは肝心のこの僕の後ろですね、を今からキーヤーを使って抜いていきたいと思います。せーの、ポン。おお、あ、なんだこれ、どうなってんだこれ。これちゃんとできてんのこれ。ええ、アウト。びっくりした。誰？ちゃんとネタ動画として完成してる。いや、でも恥ずかしい、これは。でもいい完成度だったな、これ。おっさんらしかった。模範ですね、っていう感じでございます。なるほど、素晴らしい。これを基準として他の3人も個性があって全員違うってなったら見事拍手で終わりますからね。じゃあ、としみついきますか。いきますか。としみつなんて言ってもね、編集の出来がまだ浅いですから、うん、だからこそ個性の見せ場ですよ。そうです。脚本力とかその辺が見れるの。脚本力やばい。1週間前としみつの編集してる子見て、キーヤー知らなかったけどな。えじゃあどうすんだ。いきます。はい、グリーンバック物語。
なんかすごいぞ。俺の名前はグリーンバック、世界一の殺し屋だ。俺の手にかかれば、あれ、カメラさんもうちょっと上じゃない？ああそうだな。グリーンバック、略して GB。 こんな俺でも最近では少し気に食わないことがある。それは金の草のバナナ。GB は一人で十分だ。やばい、金の草が。この野郎、どこしやがる。おや、バカめ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 だな。くそ、高間だ、鼻で息できるぜ。お前はグリーンピース GB。 GB や、うちの GB 兄貴何してんだよこの野郎。編集やれよ、なんとか。ありがとうよ、GP。 とんでもねえっす、兄貴。よし、これでこれから俺たちが GP だ。弱っ、負けた。使わなかった。 GB と GP やすい、GB なんだ。いや、ちょっとコスが好きだ。でもね、コスは出てるよね。これ言われにしたら、やばいで壊すな。素晴らしいモデルでお願いします。哲也か、怖え。怖っ。この辺の編集は哲也一番うまいからね。そう、確かに。てかさ、この前稲妻イレブンやったじゃん。あれがね、満足しちゃった。あれだよ。あれが俺が言いたかったかもしれない。あれ、これじゃん。そう、いきますよ。はい、僕のグリーンバック物語、こちら。お、ブドウグリーンかけらもないな。おーい、メドリを舐めすぎまんな。おーい、すげえ。おいおーい、めっちゃ熱かった。哲也に決まってんだろ。え、お前そんな感じだったっけ。そうだよ、何言ってんだよ。あー疲れた疲れた。はて、ゲームでもするかな。雑誌一緒にどう。いや、俺はいいや。それで目に痛すぎるだろ。雑誌早いやばいな。やしかしやれやれ、この生活は楽しいぜ。いいひひ、うふふ、はははあなたの周りにいる人たち、その人は果たして本物ですか。という話よ。誰、誰、そこでそこだけ。誰でもいい。誰、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 あれは知らない人です。その辺でナンパして、すいません協力してください。お前やめて。すごいな。誰だよ、聞きたかったよ。誰だよ、ほんと。俺も知らない人でした。軽はずみすぎるな、こいつ。こいつ300万人に見られてる。どっちかっていうと一番軽はずみなの、家にあげる俺っていう。知らない人あげちゃった。いや、まあでも個性は出てます。知らない人に急に喋るわけのこいつしかしないから、個性だから。素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。
出るな、個性。出るね。出るね。出るね。かぶるかなとか思ったけど、意外とかぶんないね。さあ、最後。アンパイアンパイ。人とかぶりようがない音が来たから、安心だ。まあ、後ろが安心して終わるわ。で、僕のグリーンバック物語、こちらです。待って何神器臭い顔してんだよ。アベンジャーズみたいな。人種も性別も何も関係ない。アレクサですか。今夜は踊り明かそうぜ。お尻の中がすごくそういってこないエンジャーなんか言ってる。だってへそごまくって少し苦い。延長コードもっとちょうだい。お尻の中が少し痛い。それってこないエンジャーな。それでも今夜はパーリーない。ちょっと待って、これすげえ顔も立てる。全部雑。ちょっと雑だ。そんなんない。なかった。もしかしたら一番ダウン使ってる感じやね。グリーンバック一番しっかり抜けた。本当だ。これはもう完全にグリーンバック物語です。はい。まあ、中途使われちゃう。あるあるだ、うん。全員の別々の個性がしっかりと共存してるってことで、今回は個性だらけのグループが証明されました。今回これ不完全だけで。個性があったってことでも。個性があるので、明日からも個性のある動画がたくさん並ぶと思います。また明日から東海オンエアをよろしくお願いします。今日はこういう日、バイバイ。